石井孝一は日本のゲームクリエイター。元、スクウェア・エニックス所属。株式会社グレッツを代表。1986年にアルバイトとして、スクウェアに入社。プランナーとして、坂口博信の下で、ファイナルファンタジーの企画を練り上げる。当時からグラフィックでの世界観表現を重視するゲームデザインを行っていた。 坂口によると、チンピラ風の格好で面接に来たが、持参したイラストが可愛い絵で驚いたという。ファイナルファンタジー3までシリーズに関わった後に、もう、FF はやりたくないとして、坂口博信から、ゲームボーイなら、自由に作ってもいいと言われ、オリジナル企画として、聖剣伝説を制作。以後、ファイナルファンタジーシリーズ、佐賀シリーズに続くスクウェアの人気シリーズとして、 定着する。田中孝道と組んだ、ファイナルファンタジークシーにて、久々に、ファイナルファンタジーシリーズを手掛けるが、新事業部立ち上げに参加したため、若手に席を譲った。その後は、旧第8開発事業部長、エグゼクティブプロデューサーとして、政権プロジェクトの総責任者を務めていたが2007年に、退社した。ファイナルファンタジー2にて、後に、 シリーズのマスコットキャラクターとなるチョコボを生み出し、自らの手がけた、聖剣伝説にも出演させている。その他にもモーグルや、聖剣伝説シリーズの初期モンスターや、フラミーなどのデザインも手掛けている。2006年12月に株式会社グレッズを設立し、独立。代表取締役に就任した。ありがとうございます。